おい、やっほーい赤あげて、シールあげて、両方下げたら、はい、ピンク <noise> やはらー、皆さん、こんにちは、みやびんでーす。いや、まじ、ヒモジー、まじ、フェイントずるいんだけど、超ずるかった、今ね。ットで話しますけども、今日はね、えっと、またヒモジーが、いろいろと、語ってくれます。何かと、あ、裏話か。まあ、何かと言うと、 うろばなしですひまじお願いしますなんでしょうかフェイントはいフェイントはいフェイントはいえーね君が iPhone、はい、をいじってるときに、うん、いきなり5、うん、4って僕がカウントを開始して慌てて撮影にモードに切り替え一瞬でわけのわからない手落ちを考えはい。 どんどんできてきてるじゃないはい、先生のおかげです。ね、まあこのね、当初から続くやヤハロの宮尾のキャラ、もうこれがね、はっきりしてるじゃないですか、キャラが。まあ狙いがあってわざとやってるんですけど、これがダメで、なので宮尾がヤハラってやって、ストーンって。 特に最初の数ヶ月、うん、もうそっからドーンって落ちてたのが、うん、だんだん緩やかになってきたんですけど、はい、まあね、皆さん、僕、僕もそうかもしんないし、うん、雅は大、雅は大丈夫で、僕が出たらストーンかもしんないし、うん、雅のいきなりのもうこのインパクトでストーンかもしんないし、うんうん、で、先が見れなかった人はかわいそうだなっていう僕が仕掛けをしてるんです。うん まずこの洗礼に耐えらんないとだからね、はい、これはあれだねぬふぬふさんの「肝みに耐えられた人だけ続きが見れます」って言うと一緒なんですよああ <laughs> そういうことね別にパクったわけじゃないんではいまたまたまねかぶったもんだよそうキャラ強くいくとね、うん、もうそのキャラがダメな人はいなくなるから確かにでも芸能人ってねこれ YouTube でまあ再生稼いで回したいんだったらこういうことやんないんですけど、うんうん みやびのプロデュース教育兼ねてるのでみやびのキャラというものをちゃんと確立させないと、うんはい、芸能人はキャラができてて、うん、そのキャラが好きな人はファンになるし、うん、嫌いな人はアンチになる、うん、だからキャラが強い人ほどアンチが多い、うん、ファンもいるけど、うん、っていうのが芸能人ですので、はい、えというわけで今カット入ったと思うんですけどいきなりあの香港から。<laughs> 突然あのー、予告なく <laughs>、はいえー、多分 TWS だと思うんですけど、うん、え提供が来る、はいいや。まさかすぎたのよね。<laughs> まさかすぎて <laughs> 話忘れちゃったんですけどまあまあキャラねキャラがなくてみんなになんとなく好かれる芸能人って消えちゃうので、うん、やっぱねキャラあってなんぼなんで、うんえー、それは分かっててやってますので、はい、ご心配なく。 しかも私あの、キャラぶちにぶってもないからねこれダメだったらダメでじゃあねって感じなのでねい。もうねアイドルじゃないからそうなんですみんなにねこびうる必要ならいたいんですもうこのまんまで勝負してダメならいいですうん別にそれものおずなんではいというわけでなんでこんな芸能ネタから始まったかというとえまあねちょっとえ裏話系あそうだねまあ前回はね レコーディングの話して、うんうん、PV とか映画とか、うん、映像系の裏話はみたいなあったので、話すんですが、ラジオ感覚でどうぞ。はい、えとまずね、あの PV、うん、まあプロモーションビデオなりミュージックビデオ、うん、これがですね、もう最近ですね、うん、予算がないので、うん、1>, 1日っていうのが多いんです。う 朝入って終わるのが朝みたいなほぼ24時間売れてる人でもでスタジオ缶詰とかになるんですけど外ロケの場合は地獄ですえやばそうで何が嫌かってミュージックビデオとかってワンカットワンカットセットチェンジが入るんですよだからもうちょっと数秒本番撮って はい、オッケーです。セットチェンジ入ります。って言ったら、<laughs> まあ、俺ら裏方は忙しいですけど、うん、出る場合、うん、ひたすら待つんです。それでちょっと数秒だけでも2時間とかゼラだもんね、きっと。で、ミュージックビデオだから大体1曲5分。<laughs> うん、5分撮るのに24時間かかるけど、<laughs> <い>本番は足しても5分しかないです。うん、まあ、ただ、ステカットとか、例えば、なんだろうあの、バンドだったら、 演奏してるシーンをまず最初全部撮っちゃってそれを挟み込んでってその間の映像っていうのを撮っていくからうん、うん、まあ実際使われる尺っていうのは全部で10分15分から切ってってみたいなうん、うん、その10分15分を撮るために24時間待つ、うん、結局 2>,、うん、2時間待って1回撮って2時間待って1回撮ってとかっていうのが続くのでうん、うん、地獄です <laughs> やばい。 外ななんんん、ててもう寒いい日やばねね、だから最近 CM 撮影もそんな感じになってるから例えばバッサーとか僕ら大好きなバッサーとか「バッサーメール DM ださい」だよえっとねバッサーとかもね見てたじゃん前夜中にライブ配信で「今 CM 撮影終わりました」って車の中でってんでやっぱね一日なんで。 突然朝から入ってだ、うん、ーってやって、うん、で夜中終わるとかうん、うん、っていうのが皆さんね多いのでしかもあれだよね「このシーン撮ったのにないのかい」っていう「そうカットしたのかい」っていう使われないのかいみたいなのも多いので、うん、一応ディレクター側としては保険でいいと思ったのは全部撮っとこう、うん、で後でまた編集段階で使うか使わないか決めるみたいなのがあるので。うんうん まあそれもね、特に CM とかの場合はね、うん、あのアーティストチェックというか、うん、特に女優さんアーティストアーティストはうるさいですけど、うん、こだわる方は、うん、いやアーティストチェックというのがあって、うん、編集段階から立ち会って「うんうん、とこはこうしたい」とかすさ、うん、まじくまたそこも時間かかるんですけど、うん、たまにね ノーチェックな方がいるのでうん、うん、全部任してくれると楽なんですけど、えー、誰かは言いませんけど全部任してくれるアーティストさんとか女優さんとかいるのでうん、うん、そういう場合は楽ですうん、うん、ただこれがねまた今のはミュージックビデオですけど、うん、映画になるとね映画それはこちらも出演かなりしてますんであのこちらも裏話あると思う まあ、映画もね待ち時間長いし長いしまあ、突然撮影日飛んだり飛んで一日ね何していいかわからない状況みたいになるしまあその場合ね都内ならいいんですけどね、うん、地方ロケの場合はね車ないとまず無理だからね <laughs> え「え明日殺影です」とかって入ってね天気の問題とか、うん、いろんな問題で突然オフになることがあるそうそうそう そう,いう時どうしてるんですか私はねその時はあの仲いい共演者のたち人たちも、うん、たまたま「殺球だったからなんか他のシーンだけのメインに変更しますとかもあるから、うん、その時は <laughs> あの他のシーン出る人たちは見てるけどじゃない人たちは今日どうするみたいなたまたま主演とかもさ休みの時あるから、うん、主演ヒロインでメインキャストどうするうちらみたいな感じになってそれなんか。 乱行ですか乱行じゃありません。<ー>そんなおげれつなことしません。パーリーじゃねパーリーしますよ。それはモデルさんじゃないですか。あ,あ, <laughs> あれですね、普通に近く調べて、なんかグーグーと調べて、うん、あ、この辺になんかクレープ屋さんあるっぽいよ。クレープ食べに行くとか、ちょっと頑張って40分歩けば、なんかラウワンあるよとか言って、うん、なんかそういうところで、なんかちょっとリフレッシュしに行こうみたいな感じで遊びに行くことはある。 まあね、結局ね、待ち時間とか、そういう日が多いので、うんえー、女優と俳優さんっていうのは、えー、着替合えれば付き合っちゃうことが多いです。いや、うん、でそれれだよね、舞台ラブと同じで、<う>映像ラブみたいな。舞台より長いので、うん、特に地方ロケの場合は、同じ宿に部屋違うけど、うん、みんなで泊まって撮影してるので、うん、撮影ない時間は、 セリフ読みとかねしようよって言って余計に親密になったりとか読み合わせって言うんですけどセリフのあれとかやってでんかそこでね人生相談とか始まっちゃうともうもうもう来たなみたいな感じになってで仲良くなっちゃってでまあ付き合っちゃうみたいなあるねっていうかね結局出会いがないので芸能界の人々うん あのギャラ飲みとかあの合コンとか行くハイレベルの人たちは違いますけど、うんはい、そうじゃない人たちって本当にないんで、うん、下手にねプライベート出ちゃうと取られちゃうので、うん、出会いがないとそういう現場がいっぱいあるわけですよ。と、うん、やっぱそこでね、うん、気があったり、ね、仲良くなったら人間なんで。うんうん なっちゃうんですけども大体そういう恋愛の始まり方した場合ってぐ終あるそうもういろんな見てきた別れる率が超高いんです超高いだからねスキー場の恋愛と一緒で歌作れちゃうねスキー場ってなんかねイケメンいい女にスキー場マジックで雪のせいだそこで付き合うけど帰ってきたら別れるみたいだから結構ね女優俳優さんもうん 現場では盛り上がるんですけど、撮影終わって、東京帰ってきたら別れちゃうとかっていうのが、かなりの確率で。いっぱい見てきた、私も。周りの人たち。じゃあ名前出して、実名出して。えっと、か言って、やばい、あすがやばい。実名は出せませんが。はい。まあ、そんな感じなんですけれども、我々、裏方で行く、まあ僕ね、あの、どんんなな感じの方さ映画とかも、出てる側も、 裏方もやってるので、うん、そうな何気にこの人出てる側もやってるんですよ <laughs>、うん、皆さんまあ出てる側は作品言いませんけどまあ元にゃんこクラブの会員ナンバーうんばんのことを共演したりとかしてるんですけど、うんうん、ええー、それ知らなかった、うん、まあ,あの杉浦みゆきって言うんですけどねみゆき,元気かゆきさーん <laughs> でえー、っとあの 裏方裏方休む日ないっすよやっぱそうなんだうちらがさ「殺球とかさ「じゃあ旦次のセット入ります」の時に23時間ざらにやるわけじゃないですかその間どういうふうに段取り組んでやってるのだから待たせちゃいけないっていうのがあるからだから次の「セットチェンジ入ります」待たせるわけじゃん必死じゃんだって照明合わせたり舞台転換 転換かけたりで次ねまあ一般の方でいう俯瞰撮影「イントレ組むぞ!」ってなったらねイントレで撮るから組んで上から撮れるようにとか今ドローンがあるんでね楽だけどまああなた方が待ってラブラブ愛を育んでる時間も裏方さんは必死に。 で機材トラブルとか、うん、で OK になって入ってもらって、うん、まあドライとかリハとか、ねうんまあ、ドラマの場合はもっと多いけどうん、うん、そうなんですよ皆さんすごい回数重ねてるんですよ、うん、映画ドラマというのは、うんま、リハだけでねこうもっとこうしてみようかで、うんね、平気で5回6回はあるからねカットが。 まず役者さんのリハーサルもあるんですけどその後今度はあの照明さんとか音声さんとかカメラの位置を全部決めなきゃいけないんで、ね、そのリハーサルがあってとかってやると、うん、まあテレビでね石橋隆先生が業界用語をバンバン使って皆さんも名前は知っててますけどランスルーとかドライとか、うんうん、重ねてで最後最終リハやって、うん、OK ですで本番にやっていけるっていうね。うんうん 何回やんねんっていう。<laughs> やっぱ思うんだね。うん。多いんですよ。うんで、まあ、あとね、裏方で言うと、うーん、基本的に僕は倒れますけど、うんえー、倒れないのはなぜかというと、うん、裏方で続く人たちは、みやびと一緒で、うんえー、お休み5秒です。あ<ー>例えば、撮ってて、うん、機材トラブル発生しました。うん 役者トラブル発生しましまた、うん、はいじゃあ15分撮影止めます休憩入りまーすって AD さんが言った瞬間に、うん、音声さんもカメラさんもみんな音声さんだったらヘッドホンをポッて外して、うん、し置いた瞬間に寝てます。い、うんうん、<laughs> じゃないと寝る時間がないから、うん、裏方は。 そうだよね、なんか朝方までやってさ4時起きうちらが4時起きの時もやってるから、うん、だからっと思って例えばこの人たち4時起きで6時入りとかであの6時入り6時スタート、うん、で撮影を押すとえっとね、まあ、業界はあれなんであれなんですけど、うん、あの24時間に足していくんで、うん、例えば二十 8時ばらしとか29時ばらしになった場合、うん、この人たちは28時、まあ、朝の4時5時に帰るんですけど裏方そのあと片付けとか明日の準備があってで次の日また6時入りだったりすると、うん、その1時間で準備しないけど寝てないんですうんやっぱそうだよなだからもう「はい休憩入ります」って言った瞬間にゴンって寝ないと死んじゃうので俺それできないんじゃない、うん 倒れるん、うん、それも俺は俺の現場の時は大体このぐらいで倒れるっていうんで、うん、倒れた時のことを考えて予備日作ってます。へぇ<ー>絶対倒れるので俺、うん、なので大変なでしですよ裏方、まあ、表舞台の人もね大変なんですけど待ってる間とか大変だし演技でパワー使うし、うん、ただ裏方はそれ以上に動いてるので。うんうん まあ、表舞台もね朝ドラとかでよく倒れちゃうけど、うん、裏方はもっときついのでうーん。いやー大変だなほんと現場ってまあそんな感じで作られているんですがはいまああのねなんかみんなが見ている作品とかねと CM もここまでの本当はね汗水がねここあ,あるんですけどまあま、ね、今日のメインの話は「えー、なぜ恋愛が始まるかと」と。<laughs> これは待ち時間が長いか,長いからそして期間が長いから撮影期間がそこでスキー場みたいな恋愛になってしまって高確率でかれます、はい、まあ統計によると9割以上別かれますうん、はい、知らないけど裸で <laughs> でもそんぐらい分かれるよね <laughs> もうなんか23か月でね持ってる人はねで別れない場合、うん、結婚しますああ<ー>どっちかなんです別れるか結婚するかうん、うん、それしかない、うん 経験上見てきたから。うんうん、なんていう話をしてしまってますが、はい、こんな話このぐらいならいいよね。僕が一番心配してるのは、うん、君オーディション受けまくってるじゃないですか、うん、最終残りました、うん、絶対 SNS チェック入るでしょで YouTube 出てきました「うん、なんか芸能界の裏語られちゃってるぞ」とかって言って落とされたら嫌なのであの,あのやばい芸能界の裏は語る時はみやびはいません。うん はい、僕一人で語りますそか確かにリーキさん、ね、一応プロデューサーさんだから君のブランディングは考えてるから君のブランドが傷つくようなことは君とやってる時は言いませんからそれはもう重々承知ですよ笑い話で済む範囲で話してますんでそこら辺は皆さんもご了承ください、はい、まだねあの毒吐いて、うん、まだ選ばれる側の身なんで、うん 毒吐きまくりたいだろうけど吐いちゃってそれをね選ぶ側が見て「この子ダメだ」って落とされても困るので別に普段階じゃないのにねってなっちゃうからねマイナスになっちゃう確かにいつかは吐きたいなまあ有名になったらもうガンガンねう毒キャラでやって頂ければはい広瀬アリスさんばりにあんなといいよねあの毒ねあれぐらい言って頂いて ツイッターの読すごいですでからねというわけで <laughs> 本日はまあ映像というかね、うん、ミュージックビデオ、うん、映画の裏話パート1ということで話させていただきましたが、はい、猫が相変わらず撮影するとうんこするので臭いです。はい、というわけで「はい <laughs> <laughs>、はい、マジで臭くて私も早くドローンしたい」。 感じなんですけども、まあ、ちょっとはね、今日は、あの、その、映像の裏話とか、芸能の裏話をお話ししたんですけども、なんか、なかなかね、こういうなんか、お話しするチャンネルないと思うし、人もいないと思うから、こそ、ちょっとね、こういう感じで小出しにね、していけたらいいなって思います。はい、皆さん今日もありがとうございました。よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねん